皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2010年公開の、キャタキラ。英語題、キャタキラー。監督は若松浩二。脚本は、黒沢久子と出口出鶴。主な出演は、寺島しのぶ、大西島、吉沢健、など。第二次世界大戦中の日本。戦地から戻った久蔵は、顔が無残に焼けただれ、四肢を失っていた。多くの勲章を得た彼は、村中から、生ける軍神として崇められ、妻の茂子は戸惑いながらも、久蔵の尽きることのない要求に応えていく。というストーリー。江戸川乱歩の短編、芋虫にインスパイアされた、言ってみれば日本版の、ジョニーは戦場へ行った。目指した心意気は買うが、仕上がりとしては正直微妙。何より久蔵の境遇が戦争の悲劇というより、彼個人の因果応報のような扱いになってしまっている。また回想シーンを何度も使い回したり、取ってつけたように死亡数の数値を並べるなど、締め方が雑すぎる。ということで、評価は。Thumbs down.